ドラ番外編おうち朗読で聞く名作文学川の流れは常に耐えることがなくしかも流れゆく水は移り変わって絶え間がない本流に現れるしぶきは一瞬も止まることなく 現れてはすぐに消えまた新しく現れる人々の運命や移り変わりの激しい事柄も同じように極めて儚いものである「北条旗」「鴨の弔芸」 私が山の中に入って住むようになってから5年の月日が経つ。風の頼りで今日の尊い身分の人たちも卑しい人々もさまざまな返事のため多く亡くなられたことを聞く。また多くの住処が、たがたびの火災で焼け失せたことも聞く。 だが私の卑しい住みかはまことに平和なものである。広さはわずか一畳四方で高さは七尺に満たない。茶地ではあるが寝床はあるし書物を読むところもある。自分一人が住む上には何の不便も不足も感じない。 総じて世の中の人々が家を建てる目的のほとんどは親だとか家族のためというのが普通であるまたは他人への見栄だったり財宝や宝物を入れるために建てることもあるが自分だけのために建てるということはめったにないところが私の住まいは 純粋に私自身のために建てたものである。宿狩りが小さい階の中に住むのもきっと身の程をわきまえてのことで宿狩りにはふさわしい家なのである。私も宿狩りのように自分なりの家に住みそうして世の中の儚さ運命の哀れを知って富も求めず 位も求めず、俗世間とも交際せず暮らしている今の世の中において人の友達になるためにはまず何よりも金がなくてはならず必ずしも情に深く素直である必要はないそのような軽薄な付き合いをするくらいならば自然を友とし 音楽を友として毎日を暮らすのがどれだけいいことか知れやしないのである。この世の中というものは心の持ち方一つで苦しい世の中にもなり楽しい世の中にもなる。精神がもし安心立命の境地に立っていなければどれだけお金があり立派な家に住んでいても 何もならならいやはり苦しい暮らしをしなければならないのである人は私を夢のようなことを言うやつだと笑うかもしれないしかし魚は一生を水の中で暮らし少しも飽きることがない鳥は一生を林の中で送ることを願っている 魚の気持ちが魚自身、鳥自身でなくては知ることができないように、私の心持ちも、浮世を離れ山の中で一人住んでみなくては、わかるものではないのである。山の中の環境の楽しさ、寂しさなどは、俗世では味わうことのできない深い味わいのあるものであって、私にとっては、 好意交換に登るよりもお金持ちになることよりもいいことであり楽しいことなのである。さて私ももうすぐ死での旅路に出なくてはならないのであるがもはや今更嘆くことも悲しむこともないのである。しかし 仏様の教えに何事にも執着心を持つなとあるように、今こうして心静かな草案を愛することも一つの執着心で罪悪なのであろう。そもそも自分が浮世を離れ山の中に入ったのは仏様の道に精進しようと思ったからなのだが、まだまだ、 聖人には遠く及ばない。俗人のごとく濁った心持ちのままでいる。自分がなぜ悟りの境地に達することができなかったのか。自問自答しても答えも得ることはできない。ただ、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏と唱え、その加護を お祈りするまでである時に、権略二年三月そう、霊院が山のいよりでこれを書き記したものである